宮浦正幸とは、大井競馬場所属の元騎手、現長教師である。佐賀競馬場所属の川田隆義長教師は、議定中央競馬の川田正宮騎手は多い。騎手時代の勝負服の柄は同和を白星さん袖赤。名馬初芝王や稲荷湾などの主戦騎手として活躍した。1969年3月31日付で、 地方競馬機種免許を取得し、中野金要求者から、機種デビュー。1969年4月10日、大井競馬第4競争、エイトマンナで、初騎乗。同年6月17日大井競馬第3競争、君富で、初勝利。1996年9月28日5回、中山七日目第11競争第1回、ユニコーンステークスで、 セントリックに帰乗し、中央競馬初帰場。1998年10月13日地方、競馬通算戦勝を達成。大山松次休者、田中康弘休者を経て最後は、秋吉和美休者に所属した。東京都騎手会会長、全日本騎手連盟会長を歴任したが、調教師転身のため、2003年5月31日付で、機種引退。 地方通算成績は1 5 8 1三3 2勝2着1118回3着951回、勝率11.3%、連帯率22.4%。JRA 通算一千0勝二千2003年6月1日付で調教師免許取得。2003年9月16日付で、大井競馬場本場に開業。当初あり当ては10馬房。 2003年9月27日大井競馬第4、競争3歳一般戦に、堀千秋騎乗パレスゴールドが出走し、管理場初出走。2003年12月28日大井競馬第3、競争 C33 組条件戦を、堀千秋騎乗5番人気、G1 レディーで勝利し、開業31戦目で、初勝利。 地方通算成績は950戦88勝2着89回3着95回勝率9.3%連帯率18.6%中央競馬通算に一戦0勝宮浦正幸騎手引退について TCK9 社の開業について TCK 宮浦正幸調教師初勝利 TCK ありがとうございます